ちら、ヒテとはギリシャ神話における想像上の存在、ケンタウルスと呼ばれる種族。上半身は人間そのものですが、下半身が馬になっているギリシャ神話に登場する特異な存在です。下半身が馬なので身長がかなり高く、また当然走ることなど身体能力は人間より圧倒的に上でした。しかし一方、会話はできるものの一般に知性は低く、とにかく野蛮で乱暴な性格をしておりました。しかしそんなケンタウルス族の中にもたった2人ですが、とても理知的で人間に友好的な人物がおりました。一人はフォロス、こちらは別のケンタウルス座として星座になっています。そしてもう一人がケイローンという人物、こちらは特に有名です。ケイローンはギリシャ神話の世界でも賢者と呼ばれるほど学問、武術において優れており、武術、格闘に関してはギリシャ神話の英雄ヘラクレースの師匠であり、学問においては世界最高の医師となったアスクレピオスの師でもありました。他にも双子座の兄弟カストルとポルックスにも馬術や剣闘術を教えた偉大な人物なんです。しかしある時、覇権を狙う一部ケンタウルス族とそれを止めようとするヘイラクレスの間で戦争が始まります。ケイローンはヘイラクレスと共に戦っていたのですが、偶然ヘイラクレスの毒矢が彼をかすめてしまい、ケイローンは無念の死を遂げたのでした。ケイローンの偉大な功績を称え、大神ゼウスが天に上げ星座にしたのだそうです。